皆様こんにちは。こんにちは。令和六年三月二十六日水曜日山口インテリジェンスアイです。解説してくださるのは山口紀之先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや山口さん春めいてまいりましたね。ちょっと今日あったかい日差しの中で,、ねはいでね、スタジオまで来るのもちょっと気持ちよかったですね。それでちょっと雑談ですが先週ですね。はい。佐さんと島田洋一福岡あ福井県立 の名誉教授の島先生とちょっとね面白いところってきた。これを先に <laughs>、ね、これちょっと右側にね <laughs> 金髪のお姉さんがいます。これで、ね、何かというとポールダンスをやる銀座のお店なんですね。うん、で今自民党のね、えー、その和歌山県連の青年局の、うん、まあ二次会とかで、はいえー、そのセクシーな格好をした女性のまあ,あパフォーマンスがあたかも何というかいかがしいものみたいな、はい、それは。 扱いになっているんですけど例えばポールダンスっていうのはこれはある種の何、まあ、て言いますかねパフォーマンスとしてはねもう歴史があって日本でもたくさんの女性が取り組んでいるものなんで島先生と佐なみさんとあと加藤さんもね加藤清隆さんも連れてったら途中で帰っちゃったんですけども。<laughs> えっと,というところに、まあ、あの女性のさなみさんも言っていただいたんですがポールダンスをご覧になった感想はどうでした まずあの、アスリートのような筋肉と、はい、あと棒に腕だけで捕まったりすごい筋肉でどれくらいの長い鍛錬訓練のもと、はい、ここまで来られたのかなと思うとがが、すす。ごかったたた。でで一番真剣に見てたのささなみさんでした <laughs> 私と島田先生はもう酔っ払ってデロデロになってたんですけどあのでも。 非常に魅力的ですよね。そうですね。それが自民党というね腐った政党のせいでいかがわしものみたいな擦り込みになることだけはね私は間違ってると思うのでちょっと今日紹介させていただきました。はいえー、そしたらね告知の方をお願いします。はい。では文化人放送局からのお願いです。無制限の言論規制がない文化人ダイヤモンドクラブで文化人放送局ワンフルライブのテスト配信スタートです。概要欄から登録をお願いします。 そして現在広告収入が激減制作資金のピンチですそこで制作支援金募集とクリック募金の再開ですぜひ皆様概要欄やサイトから応援をお願いしますそして5万円以上の方に新たな記念品をプレゼントしております今年は拉致被害者の日本の帰還を願ってブルーリボンバッジと同じ青いクリスタルのオブジェですぜひ皆様お願いします そして合わせてメンバーシップレベルワンツーの登録、チャンネル登録、いいねボタンのクリックをどうぞよろしくお願いいたします。はい。それではね、えっと今日のヘッドライン、えどんなニュースを扱うかというのを私の方からえっとだだっとご説明していきます。はいえー、まず大問題、えー。今日一番力を入れてお伝えするのが、はい、中国企業老後問題。これは内閣府のね再生エネルギータスクフォースという河野太郎がセットした。 えー、そのまあその審議会のようなものです。そこのの大林美香という人間が出した資料が中国国営企業の送電企業のロゴが入ってた。これね非常に深刻な問題です。でこの関連で丸二、えー、その主犯とか出ますけどそれは大林美香のことです。その正体と河野太郎はどういう関係なのか。 という丸10二は同じ問題を掘り下げていくということですね、三番は自民党派閥パーティー権事件について、えー、自民党という政党が岸田派も立件されたのに岸田首相だけ処分の対象外だと、おかしいですね、これ。はい、それから四として二回敏宏さんがついに引退の記者会見をして大荒れでした。 もう晩を怪我したと言ってもいいですねそれと小池都知事の関係はどうなんですかという皆さんご興味のある話それから最新結果から読み解く、まあ、解散・総選挙の行方それから危険な、まあ、電撃訪朝が噂されてますがこれは絶対ダメなんですねで保守系の人の中でもなぜダメか分かってない人がいるまああの今日もしっかりお伝えしますそして7番として「えー、モスクワのテロ」とこれに関して「 これはオバマ政権があそのイスラム国を生んだんだという非常に衝撃的な発言をトランプ前大統領、まあ、共和党の、ね、大統領候補が言っているという話この7つのネタについてできる限り、えー、詳しくお伝えしていきますがさなみさんはこの7つのうちではどれに興味がありますかややっぱりり一番目でですね中国企業ロゴ問題では,い、やはりこの エネルギーに関することというのは日本の根幹でもありますし例えば電気が止まってしまったら今病院に入って電気を必要としている人だとかいろいろな人の日本人の命に関わる問題というものをなんか日本政府はあまりにも外国に言いなりになって丸投げしているのではないかと思っていて、うんうんね、この問題、はい、ぜひ詳ししく山口さんに解説していいいたただきたいと思いますそれで発電と送電というのは一応もう一気通貫の話なんですけど例えば橋本徹というね、はい、人間が大阪市長をして るに上海電力は大阪で今でも発電をやっているでもその電力は送電網に乗っかっていかないですね、はい、でこの今度の河野太郎の話は送電網の中国の国営企業と癒着してるやつが河野太郎が選んだタスクポースのメンバーになっている、はい、これ大問題です。ああとに、はい、他にももご興味あるものが あとですね。やはり、あの、こちらの北朝鮮のことですけれども。うん、この拉致問題がなかなか、解決しない中。はい、やはり、絶対に譲れないっていう部分を、しっかりと日本国民の中で。意見を出していくっていうものが大事だと思いますので。そうですね。はい。ここはもう、しっかりと、あの、お話を改めて聞きたいと思います。はい。えっ、ー、と、田中実、金田達光。それから、合同調査委員会。この三点セット。北朝鮮が11年前から、日本にも、ずっと。 北下さん痛くもかゆくもない。それで拉致問題を進展したふりをして、日本円から経済協力金として5兆円を節めようという罠なんですね。それに今、岸田文は乗ろうとしている。売国包丁。僕はどうしても阻止しなきゃいけないと思ってます。ということで、まあ、今日も盛りだくさんなんでね、早速ネタに入っていきますが、今日の有料パート部分で、さなみさんがトラックドライバーの 超過労働問題について非常に重たい話なので、はい、ちょっとどんな話か簡単に。はい、2024年今年の4月1日から法律の改正がありましてそのドライバーの人たちの,その残業の上限が課せられてしまうということで働きたい人が働けないいう お給料が下が下ってしまううという問題もももちろんんあるんですけれども、はい、私たちこの一般の,この消費者にしては荷物が届かなくなるという問題もあるんですが、はいはい、やはり最終的に日本政府がゴールとしているのは、はい、だから早く荷物を届けてほしい。はい では日本人ではなくていろいろな移民の人たちに届けてもらおうという展開になっていくという危惧をお話ししていいいきたいと思います、はい、それでねきしも今日、はい、3月27日は福岡県で二種免許これはそのタクシーの運転手さんとかハイヤーの運転手さんとかバスの運転手さんとかはお客さんを乗せるお仕事これ二種免許運転免許二種免許ってありますねそれが外国語で試験が受けられるのは今日から始まってるんです。 これ、ね、実は、さなみさんがおっしゃっているドラッグドライバーの超過勤務をこう制限しようという動きこれ制限したら誰か他の人を呼んでおくなきゃいけない、はい、これがまさにこれセットで岸田政権というのは移民を大量に増やしていこうという国を壊すそういうことをやっているんだということは あまり、ね、知られてないのでこれはその有料動画としてしっかり皆さんにお伝えしていきます。それではね、えー、今日目玉といいますかね、えー、日本がに中国と中国共産党がどう浸透して侵略してきてるかそしてその水先案内人をしているのが実は自民党河野太郎なんです。それを皆さんにどういういかからくりか しっかりご説明しますのでまず一番の記事を読んでいただきますはいでは産経新聞です中国企業のロゴ問題自然エネルギー財団が経緯を釈明中国国営企業と関係ない中身です公益財団法人自然エネルギー財団は3月の26日再生可能エネルギーに関する規制見直しを見直す 内閣府のタスクフォースをめぐり、同財団の事業局長を務める民間構成員が提出した資料に中国国営企業のロゴマークが入っていた経緯についてホームページ上で説明しました。はい。で、これはどういう企業かというと、国家電毛公司。はい、ここにちょっと書いてますね。はい、国家電毛公司と書いてます。うん、これでステートグリッドと書いてますね。これは中国の国家の送電網という意味です。グリッドというのはね。 そういうもうはっきり言って、はい、このロゴが、えー、その河野太郎がセットした、えー、再生可能エネルギーを、まあ、はっきり言って推進していきましょうというタスクフォースこれ内閣府の政府の、まあえー、まあ規制改革担当大臣たる河野太郎に意見をアドバイスするそういう 組織としてタスクフォースっていうのがあるんですね。まあ審議会みたいなもんです。そこの四人しかいない民間議員のうちの二人が自然エネルギー財団っていうところの人間でそのうちの一人大林美香というおばさんです。おばさんというのは表現としていいですよね、えー。お姉さんでもおじさんでもないからおばさんなんですけども。 大林美香という人はどういう人かとこういう人ちょっと大林さんの写真を出してくださいねで、えー、この人が大林美香という人が提出した資料、えーっとこ,うん、この人が大林美香という人です、えー、顔立ちのことはあえて言いません、えー、ちょっと金平重則に顔が似てるなと私は個人的には思います左翼ってみんな同じ顔になるのかなと。 また余計なことを言いましたけれどもでこの大林美香という人は自然エネルギー財団の事業局長という肩書きで政府の日本のエネルギー問題を考える再生可能エネルギータスクフォースの審議員というかメンバーなわけですねこの人がそのタスクフォースに出した資料に、はい、中国国営企業まあ、事実は中国政府ですよの 国家電網講師というロゴマークが右肩に乗っかってたんですね、うん、なんで日本の再生可能エネルギーのことを考えるときに、はい、中国政府が作った中国の送電網を世界中に広げようというそういう中国が野心野望を持ってるわけですねその中国政府が作った資料に基づいたものをなんで日本の政府のタスクフォースで使うんですかこのおばさん ちょっと答えなななさいいよそ変な顔してないで私はこういう人を売国土中国に日本の国益を売り飛ばしている売国土だと断言します。でなんでそう言うかというとこの人はもともと成田闘争という、まあ、成田空港の開業、はい、それから拡張についてずっと反対してきた極左 中核派とか革丸派とか格老卿とかそういう極左のグループが一坪地主運動っていうのをやったんですね、うん、それはその成田空港のエプロンとか滑走路とかその成田空港として拡幅することになっているその土地を一坪ずつ左翼の活動家が買って開業を妨害しようというそういう運動があったんですね。 僕は TBS という悪い会社に1990年に入った時にいまだにその成田闘争をやってて「三里塚闘争」とか言ってねそこの鉄塔みたいなところに立って排泄物をビニール袋に入れてこっちに投げてくるんですよ、はい。そうなんですか何これっていうねここっっちはレインコート着るとうんんたら臭いんですね、まあ、そういう最低な活動をするその一粒地主運動極左の団体に関与していたのがこの人なんです。 で、この極左の集団というのは、まあ私の日曜日のね。ニコニコ生放送で詳しくお伝えしました。けども、極左っていうのは中国共産党と深いつながりがあるんですね。1966年に日本共産党の宮本賢治と中国共産党の毛沢東が北京で会談をして、これ喧嘩分かれに終わるんですね。それで、日本共産党と中国共産党が。 敵対関係に入ります1966年以降もう57年前のことですその時何が起きたかというと、はい、日本国内で日本共産党左派の親中派に対して中国共産党が支援を始めるんですね、うん、これがねいわゆる審査翼、いわゆる極左です中核派革丸派格老橋、それから日本赤軍景品闘争なんとか連続企業爆破 ああいうテロをやった人たちは背後に中国共産党がいたんですねその人たちがまず成田闘争をしていたそれに関与していたのはこの人でこの人が今政府の日本のエネルギー問題を考える委員となって中国の作った送電網の会社の資料をコピペして日本政府に出してきている。 中国政府の意を受けた活動家だった人が今日本政府に入り込んじゃってるという大問題なんですね。はい。で二番の記事をいきましょうか。はい産経新聞です。中国企業ロゴ問題経産省と金融庁の会議対でも確認非公開で再生可能エネルギー導入に向けた規制の見直しを目指す。 内閣府のタスクフォースで民間構成員が提出した資料に中国国営企業のロゴマークの透かしが入っていた問題で経済産業省と金融庁の会議体でも同様に中国企業のロゴ入り資料が提出されていたことがわかりました。要するに内閣府だけじゃなくて、はい、大林美香とその一派、はっきり言って自然エネルギー財団、これはあのソフトバンクの孫正義がやってる財団ですよ。この人たちが 提唱しているのがアジアスーパーグリッド構想スというやつなんですね。はい。それどういうものかと言いますと、これ日本、韓国、中国、それから東南アジアまで送電のネットワークを作ろう。これね、こう日本がありますね。はい。でここ韓国とつないで、あるいはオッポリっていうあのち北海道経由でロシアをこうつないで、こういうふうにこれ何かと,いうと送電のネットワークなんですね。 グリッドってさっき言った通り送電網って意味ですから。で、それを主導しているのが、実はさっきの中国国営の国家電網講師なんです。で、孫正義の自然エネルギー財団は、これを推進しますホームページに書いてます。で、そこの事業局長をやっている大林美香が、中国の資料をそのまま出してきたわけ これ中国と中国共産党の手先と言っていいでそういう人は日本にいっぱいいるんですよ、ね、ただ問題は7番なんです7番の記事言ってください、はい、こちら門田隆将さんの3月26日のポストです。2020年9月河野太郎氏が規制改革担当省に就任 同年11月河野大臣がタススクフォース設置だがタスクフォースは法令上の根拠に基づく会議体ではなく河野大臣の決算で 決済で大林美香氏が参加自然エネルギー財団はアジアの再生エネを送電網で結ぶアジアスーパーグリッドを推進する反原発団体実現すれば日本の電力の生産与奪は中国が握ることに河野氏を未だ総理候補に挙げる人がいることが信じ難いと。 いやもう加藤さんはねこういう短いツイートさせたらもう本当上手なんだけどまさにもう問題はここに加藤さんのツイートにもほとんど全部凝縮されて書いてますけどこの大林美香という極左系反原発活動家ですこれをピックアップしたのが河野太郎規制改革担当大臣だったという事実そして河野太郎は反原発という意味では自民党で最強硬派なんですね。だから安倍前首相は河野を 入閣させる時にこれは防衛大臣の時もそう外務大臣の時もそう規制改革担当大臣の時,時もそうあなた反原発を封印しない限り閣僚にで,できませんよだから今までは封印してたんです、はい、でも封印というのは中に入ってるんですよそうですね消えてはいませんでだからこいつは反原発の活動家である大林美香をこのタスクフォースに入れたら河この太郎本人なんですねそうやってパンドラの箱を開けたんですねで安倍さん死んだらこれ開いてくるわけですよ オーバーシュミカバカだから中国の企業のやつをそのまま出してるわけ、まあ、バカの集まりなんですよでもバカだけじゃない売国バカなわけでそれが例えば中核がかくまらんみたいにねうんこ投げてるんだったらいいんですよ日本政府のエネルギーを考える会議体の中のメンバーになっちゃってるしかも4人しかいない民間委員のうちの 二人が自然エネルギー財団というアジアスーパーグリッド構想を推進する団体から呼ばれている。これね、河野太郎という自民党の閣僚が中国のために動いている。と言っていいですね。はい。しかも送電網を中国に依存したら、例えば日本と中国が敵対状態になった。 例えば、中国が尖閣に上陸しました。そうでも止められる。あるいは異常な電流を流したら、私たちの電気全部飛んじゃいます。確かに何か攻撃されて、でも<う>防衛省で何か対処するぞって言ったら、パチーンと全部落ちて,て。それで、そ,それも遮断することもできるし、異常な電流を流すこともできます。ああ、そうすると私、はいそそ、私たちの、それこそ生殺与奪、私たちの。 インフラを中国に売り渡そうとしているのがこの自然エネルギー財団でそれを委員にしたのが反原発そして日本大使という中国に事務所を複数構えて中国でお金儲けをしている会社それが河野洋平息子が河野太郎要するにね日本は中国のに侵略完了してるんですよ。でその起点が河野太郎なんです。 そしてこいつが使っているのが極左の活動家だ極左系の活動家って言い直しましょうか極左系の活動家だということこれはねそのなんか間違って中国のロゴが入っちゃったという今内閣が弁明している種類の話じゃないんですこいつら核心犯なんですよ確かに送電網というよりも侵略網みたいになってる、ね、そういうことですで、えー、この人たちは反原発って言いますよねはい。反原発って今日本政府というのは 日本の電力必要な量の中の一定部分は原子力発電をベースロード電源といってある種の根幹を支える基本の電力のうちの一部は原子力で賄いますっていう方針を堅持してるんですね。はい、それに大反対しているののがこの河野太郎なわけでそれで何が起きるかというと。はい 原発をやめようとつったら今まで15%とか原発に依存していた部分をほかで埋めなきゃいけないで、ね、そうですね。これで再生エネルギーを使おうよって言ってるのが河野太郎なの、うん、そしてその主力となる太陽光パネルは中国製のウイグルの方の,その虐待と虐殺によって作られたウイグルさんのポリシリコンを使った太陽光パネル。 これれが日本中で今使われているその入り口を作ったのが大阪市長時代の橋本徹なんですね利権としての太陽光パネルと、はい、中国におもねるという備中ががっちりくっついて日本中で太陽光発電が今も行われている、はい、その主犯の人間がこいつらなんです。ですから ロゴ問題じゃないんです。これは日本を売国している売国度のストーリーなん。うん、どう思いますか。私これから日本で生きていくのがもう非常に怖くなりました。何が起こっても。すべて電気を握られて。はい、妨害電波な部分を起こせるとなったら。はい、これから安全に生きていくという。はい、あと保証ができないです。それで結局僕らの盲点になっているのは。はい、発電の部分は。太陽光とか原発とか。 えー、バイオマスとかいろんなこと言いますよね。はい、でも送電のネットワークってこうあまり目立たないから、はい、みんなこうあんまり気にしてなかったんですね。あ確かに。だけど日本例えばねウクライナ戦争を見てもそうだけど、ウクライナはそのインフラを抑えられてしまってもう当初非常に厳しかったわけですね。はい。送電もスーパーグリッドとか言って中国に依存したらもう日本は 中国のまあ属国ですよね。経済的安全保障的な属国になってしまう。恐ろしいことが起きているということなんです。ただこのことについてはその本質を捉えた意見っていうのはいくつかもう出てまして、八番の記事いってください,、はい。はい。玉木雄一郎さんの三月二十四日のポストです。河野防衛大臣時代に自衛隊施設への電力供給の再エネ化が推進されたとは知らなかった。 外国が関与する小売電気事業者が電気使用量データから自衛隊の動きを分析することは理論的に可能自衛隊施設に電力供給する事業者にも何らかのセキュリティクリアランスが必要だと思う玉木、はいえー、雄一郎さんはね私ここ今年入って非常に何て言うかなシャープ、はい、それから問題意識をすぐに発信する運動神経反射神経も 非常に、ね、冴えているなと思いますいろんな意味でねでこのことについてもまさにおっしゃる通り